Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. なんかディアスポの柄とかってこれなんか特殊な炭造カーボン、炭造カーボン、はい、麹とカーボン、ラムも最近使ってる。じゃあオプションとかで、これはもともと社外品とか、いや純正の、純正で、じゃあこのエンジンルームの柄も、そうですね、ここに書いてあるのが、はい、これカーボンのバルなんですね。軽くなるんで多分やってるんだと思うんですよね。これローターもカーボンですよね。ローターもカーボン、割と最近車は結構みんな最初から標準でカーボン。ボディカラーってこうラッピングかなんか。いやこれ純正。純正で仕分けしの塗装が。なるほど。100万とか。あオプションで100万とかしますね。あそうですよね。なんか聞いたことあります。はい。もう標準のただの色があって、ね、ちょっと違う色するとすぐ100万とか。ああ。オプションでなんか結構ね国産の高級車が買えちゃうみたいなよく聞きますもんね。すみません、ありがとうございます。はい、消火器が積んじゃって。鉄だと痛いじゃん。打ち出していく、はい、アルミだって言われてる。あ、そうなんだ。これって排気量どのくらいなんですか。これ1500です。1500、ええ、で、これは水平対向でしたっけ。水平対向の4気筒ですか。4気筒なんですけど、はい、プラグは8番4カムエンジン。4カムだ。あすごいですね。これキャブはソレックスですか。ソレックスです、うん、これオリジナルのエンジンですか。オリジナルです。でも貴重ですね結構、はい、普通のはあのバーゲンと同じでプッシュロートなんです、はい、それは普通なんですけど、これは高カムエンジンで、で64年5年になると2リッターのやつがこれ1500です、この翌年は57年は1600人。あ、56年式ですか、これ。これは56年。すごいね。当時のフォーカムってすごい、あれですよね、最新的な。そうですね。
そうです。ないですよね。だから当時もうレースに使っちゃってる、ね。ああ。だから 550RS なんかレースに使ってルマンとか使っちゃったんで、エンジン壊したんでこういうエンジンをほら出ちゃった。あ。こっちは合うんだけど、合わない場合もあるから大体これを抜きます。まあハンドルがいいな。細身の。何色って言うんですか。いやこれはね純正色じゃない。あ、そうなの。いやいや今流行りの色なんで、ポルシェで言うとスレートグレー。で今の最近のやつはクレヨンです。ポルシェクレヨン。でもクレヨンはもっとあの薄いから薄い。エンジンからとかじゃない。給油口ここ？チェルノブイリ。直したらなんか変なやつ。やっぱり生鉄がいいんだけどさ、このさ、すごい道具が必要で。これ、でっかいネジ。修理屋行けば、でっかいヘキサレンジャー。どこ止めますか。奥の方をやりますよ。一回奥に行ってもらって、頭を振ってバックに行ったんですよ。これも開けたんですよ。道中、道中の柱。さあ、行かれないけど、初めて運転が出てきたけど、運転が走られちゃうから、この人だと立ち上がるから。びっくりしました。まさかこんなことあるとは。恐ろしかったね。びっくりしましたよ。振り向いたらいましたからね。みんな中これ。これがあれですね。通定 G ですよ。通定 G。通定 G。タコ足がエロいな、これ。えぐいっすね。すいません。ありがとうございます。
結構ガチなやつですね。ですね。サニトラ。そうだね。やっぱみんなソレックスなんだな。そうですね。結構みんなソレックスが多いですよ。MSD、天下は MSD も多い。やっぱ間違いないもんな。A12 だ。あれよねだ。また色が渋いなこれ。俺の財布や逆に小銭しかねえって方に違うと思うんですけど、グッチかだね。一応預かってますんで、あのもし心当たりの方はお声掛けください。お願いします。そう、昔の車ね、こういうステッカー貼ってありましたよね。レオネ。こっちはミニケースね。このフロントマスクなんだろう。ミニはミニなんだろうけど珍しいですよね。エラン、エランもかっこいいな。ルノーですね。これルパンによく出てくる車ですね。値段がだけど MG 新車で買えるし、これミゼットだったかな。これ色が渋いっすよね。何グリーンっていうのこれ。ありました。グリーンだよね。ジャガーです。でけえエンジンだこれ。これウェーバーだね。タイプ C。 すげえな、これ予備のプラグも用意してあるんですね。味があっていいですよ、見た目の。すごい、どうしたことある。いや、そっちだったんだよな、多分な。360。
出ましたロータスコーティナ、俺これ好きなんですよ。ウェーバーだ。いいっすよねこのデザイン。HRG っていうのがあるんだよ、初めて知った。お、金はないけどマイティーボーイの、マイティーボーイさん、今入ります、今入ります。どんなとこで使ってる。クルーパーですね。これが S8。 S8 もかっこいいな。ポルシェ。510。3S ですね。これはミニだね。からのフェアリーデスバル365種のフォルクスワーゲン。何でなまってんだミニ。あ、そうなの。まずいね。あの、トンカでノーマルのテールランプが多いっすね。ディノ多いっすね。十分わかりやすい。わかりやすい。アルファですね。なんだこれ。大体の車の名前って分かるんですけど、これ分かんない。なんだこれ。
トライアンサー、フォーセールです。73年、これもトライアンスですね。ピアット可愛いな。アバルト。これ内装も可愛い。同級生だからここ行きたいって言うからついでに乗ってきて、今日やってるから。X1R 越しからの、なんだこれ、三浦、伊予田、よくわかんないけど、三浦、三浦ですか、三浦。元祖スーパーか。そうっすね。小学生の時に見た憧れの車です。ミューラ、すごいな、豪華だな。 F40 ですよ。ジャパン、すごい、なんでもありだな。で、エラン、エランからのな、これコンテスタか、これコンテストだね。日野だ。お、30Z。カラーの、カラーの、なんだこれ。モーリス。イギリスの車です。からのフェラーリ 308GTS だったかな。